どうも皆さんこんにちは。今日は2023年の3月の24日ですね。金曜日週末でございます。天気はまあ曇りということでね、そんなに太陽が照っている状況ではございません。ただ気温は21、2度まで上がるということですね。なき1号については3両編成なんですけれども、総入れ替えということでね、総入れ替えがずっと続いておりますけれども、先頭車は85の1110、それから85の1112、それから85の14ということで、この亡き号に使われているということはまだね、車両が生きているということでございますね。それの証でございますから、どんどんこうやって変わって新しいですね、残っているものが一回全部どれだけ残っているのか見てみたいというところでございます。さあ、大阪飛騨編成を追いまして、こちらがですね、またキア85の20いくつなんでしょうかね。あちらね、ちょっと分かりませんので、こちら201と、1100番台か200番台、要するに先頭車両ということでございます。さあ、いろいろ見ていきますと、こちらですね、奥の編成がいきますと、1両抜けておりまして、85の1117がちょっと抜けております。こちら A2 編成でしょうかね。あと H42 編成、快速組合5号鳥羽行きというところでございます。こちらにはキア85の7番、それから85の6番がおりますね。どうなるでしょうか。京都丹波鉄道に行くんでしょうか。奥の編成の、ね、85の1117移動ということと、飛騨2号については D4 編成ですね。 D4 編成でございます。すれ違い玉ちょっとね、ステッカーを、確認というところでございますかね。飛騨5号の飛騨古川行きについては、こちらで分かるのがまず D5 編成ですね。あと供養はね、増結しておりまして D105 編成がついておりますね。はい、出発にですね、キア 85KF ほど煙が上がらないというところは非常に驚きでございますね。これで駅員さんの健康ね、に関してもかなり改善されたんじゃないでしょうか。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車はさあ、ナッキー2号ですね、名古屋行きということで、昨日のナッキー1号が帰ってきたところでございます。今日はですね、ナッキー号についてはオール3両編成ということですね。オール3両編成でございます。9両すべてが先頭車両のみでの運行ということでございますよね。この辺りに火が84を入れないのかなというふうに思ってしまいますが、どうなんでしょうか。あと300番台も余っておりますので、中間車両に84も300を、入れて走行してもいいのかなと思うんですね。さあ、これが折り返しナッキー3号ですね。ナッキー3号の木勝浦行きに変わります。この辺りいつも一緒でございますね。だいたい一緒のパターンでございますけれども、ナッキー号もだんだんですね、いろいろ変わっていって、どうなんでしょうかね。置いとくとちょっとエンジンとか異常になってくるので動かしている、そんな感じなんでしょうか。さあ、動画はこの辺りで終了です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またトレードに撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。それではまた会いましょう。さよなら。